今日が3日目なんだね。よろしくね。あー、あの、俺も同じ1年生だから。うん、タメ口でいいよ。え、つーかさ、今日遅刻したでしょ。あ、え、全然いい、全然いい。そうじゃなくて、全然いいんだけど、あの、タイムカード見たんだけど、1分だけ間に合わなかったって感じでしょ。うん、あの、うちさ、1分でも遅れると、15分分時給引かれちゃうのね。だから、もったいないからさ、次からああいう時、タイムカードを押さない方がいいよ。で、あの、タイムカード押すの忘れてましたって言ったら、 あとで手書きで店長が直してくれるから。これ C だけどね。<laughs> ねえねえ、今見てたんだけどさ、めっちゃ接客ちゃんとしてるね。<laughs> あんなちゃんとしなくていいよ。ずっとあれだと疲れるでしょ。あの、今言ってたテーブルとかは、あれ常連さんなのね。で、あの人とかはもう店側の都合とかももう全部わかってるし、もう絶対怒られることないから、適当でいいよ、適当で。うん。あの、危ない奴が来た時だけ、一応ちゃんとしとくみたいな。それぐらいで大丈夫。 うん、レモンサワーあ、よっ。あ、そうだ。もしさ、ドリンク作るときあったら、あの、こういう平日の暇なときはさ、いちいちドリンク作んなくていいよ。あの、ある程度注文入ってからまとめて作ればいいから。めんどくさいからさ。うん、ねえねえね。さっきポテトフライ1個入ったじゃん。あの、俺、間違えてさ、2個分あげちゃったから、あの、今店長見てない好きにちょっと厨房入ってきて、ちょっと食べていいよ。あの、 ケチャップも欲しかったら、つけていいか。あ、あの、わざとはダメだよ。わざとこういうことしちゃダメなんだけど、あのね、ミスは誰にでもあるからね。うまいしょでしょでしょ意外とうまいんだよ、ここの。ケチャップつけない、ケチャップ。あ、で、今後厨房やるときあったら、あそこにさ、ビールの樽あるでしょあそこ基本座っといていいよ。うん、平日の暇なとき。うん。で、あそこから、あのカメラが見えんのね。 で、あのカメラ見てたら、厨房に人が来るかどうかわかるから、店長が来たら立てばいいから。うん。あ、で、厨房にいるついでにさ、ちょっとお願いがあるんだけど、フライヤーの洗い方わかるうん、揚げ物のやつ。あ、じゃあ、あれ洗っといてもらっていいあ、もういいよ、洗っちゃって。うん、大丈夫大丈夫。あの、今の時間からまずフードって出ないから。今洗っとけば、早く帰れるから。<laughs> はい。あー、もちもちチーズ揚げですか すいません。ちょっともう今日揚げ物終わっちゃったんですよね。あの、揚げ物以外だったらできるんで。そうですね。はい。売り切れちゃってまして。はい。すいません。そうですね。ポテトフライもそうなんですよ。はーい。<laughs> あっ。あっはっは。ああ。ばれてました。そうなんですよ。あの、ちょっともう片付けちゃってまして。 さすが、<laughs> よく来られてるから、さすが分かってらっしゃいません <laughs>。すいません。はい。あ、いえ。舐めてるわけではないです。いや、あの、舐めてるとかはもう絶対ないです。あの、すいません。すぐ作ってきます。あ。はい。店長を呼んできます。 おおおうおう。おうおう <laughs> まあね、適当にやりすぎると、こういうこともあるってことだね。<laughs> まあ俺、もうここやめるからさ。あと、適当に頑張って。<laughs> いやい,や,いや,やめるやめる。もうあの、接客業二度とやんない <laughs> いやー、さすがに俺もそろそろバイト再開しないとなー。んあ、今ね、イタリアンのお店いいかなと思ってんだよね。<laughs> まあまあまあ、せっかくもうやだって言ってたけど、いやでも、もともとやろうとしてたのよ。でもなんか厳しいって噂聞いて、俺ひよってやめちゃったのよ。でもさ、厳しければさ、最初からサボれないじゃん。真剣にやるじゃん。だから問題ないのよ。だから楽な居酒屋とかだと、 中途半端にサボれちゃうから立ち悪いんよ。